基礎英文法意外と間違える建在関連英作文に Welcome to g o、ok、g a c h a n e l さあ下の文で何箇所間違いがあるのでょトライしてみたい方画面を止めて頑張ってみてくださいさあこのシリーズでありますさあ本日のところ、えー、彼は 今数学の勉強を終えたところだということで、えー、答えは3箇所まず、えー、ハブですね、えー、現在完了はハブまたはハズプラス加工分子で非が主語なのでハブはハズに変えますそれからスタディル、えール規則同士なので ED をつけるのですがスタディの場合は Y を I に変えて ED えー、yy に書いて ed です。それから just now.just now っていうのは、えー、たった今ということで過去と一緒に使います。現在完了と一緒には使えません。ということでこれは now だけ今というのが入っていますので now だけにしましょう。さあ、正しい文は he has studied math now.he has studied math now となります。本日のまとめ えー、今日のポイント今何とかしたところだ Have done now というところですさあ私についてでありますプレゼントのお知らせ英語力を伸ばしたい方無料相談体験授業を受け付けています3倍速で進みたい人英語を勉強しているけど伸びていない人電子書籍公表中です えー、詳しくは概要欄、無料相談等も概要欄にあります。Thank you very much. See you next time.